シェウン・アニクラポクティは、ナイジェリア出身の男性ミュージシャン。父親は、アフロビートの創始者として、有名なフェラクティである。シェウン・クティはフェラクティの末息子にあたる。また、腹違いの兄に、同じくミュージシャンのフェミクティがいる。幼少の頃から、父親フェラクティのステージに立ち、ナイジェリア・アフリカの問題を啓発しようとする、父親の意志を受け継ぎ、生前のフェラを支えた、バンド。 エジプトパチジューを10代から引き継ぎ、同バンドのリードシンガーも務めている。またフェラクティ、フェミクティも政治に強い関心を示していたが、シェウンもそれを引き継いでいる。彼は、自国のオキュパイナイジェリア運動に参加し、この活動は CNN でも報道された。2009年、フジロックフェスティバルで、初来日。2日目のグリーンステージ、3日目のオレンジコートではトリオ。 勤め、会場を、ダンスフロアと化した。2011年、2枚目のスタジオアルバム、From Africa with Fury ライズをリリース。また朝霧ジャムでの来日を果たした。ありがとうございます。